新小屋の皆様、大きな声でお騒がせしております。こちらテレビ改革党と申します。11月7日の投票日の葛飾区議会選挙に高橋純也が立候補しております。テレビ改革党の政策なんですけれども、一つに減税というものがあります。日本は健康保険税、年金税、年金は税ではないんですけれども、滞納するとですね、家財を差し押さえられたりなんかして実質税の扱いになっております。それプラス所得税、法人税、年金と国保税が高いために日本人の実質税負担率はなんと 46.1% 46.1% に達しております。五公五民という言葉をご存知でしょうか。その昔、戦国時代は半分が殿様に、半分が自分のものにと、これを指して五公五民と言ったのですけれども、小田原氏を治めていた北条という大名のところは四公六民だったそうであります。北条氏よりも今の日本は重税、公金の負担が重くのしかかっております。これは私が20代の頃の30年前よりも 10% 上がっております。私が20代の頃は実質税負担率は 36% でした。30年経った今、実質税負担率は 46% になっております。これで若者に結婚しろ、出産しろと大人が言うのは酷であります。なんとかしてですね、この重い重い税負担率を下げなければ誰も子供を産みませんよ。若い人は、テレビ改革党は何としてもこの重い重い税負担率を下げたいと思っております。今回高橋純也が葛飾区議会選挙に立候補いたしました。こんなことも葛飾区議会で訴えますので、皆様、高橋純也をぜひとも葛飾区議会に送り込んであげてほしいと思います。よろしくお願いいたします。